こんにちは、花城ココアです。私うどんが大好きと公言してるんですけども、その割にカップうどんってあんまり種類食べたことなかったんですよ。ということで本日はカップうどんを15種類準備しました。いろんな種類が食べたいから、このミニサイズのものなんですよ。そんなわけでカップうどんを今日は好きなだけ食べていきます。いただきます。ココチューブ。さーって、さてさて、どれから食べましょうか。あ、お蕎麦だった。お蕎麦もね、あります。ではまず赤いキツネと緑のタヌキ、そしてどん兵衛も食べたいと思います。食べ比べの意味も込めてこの4つ一気に食べちゃいます。よー、はい、では3分経ちました。どん兵衛のキツネうどん、お揚げもちっちゃくて可愛い。このかまぼこみたいなやつもね、お花になってて可愛いですね。うん、美味しい。うん、お泊まりディズニーすると食べたくなる味。このね、うどんのね、縮れてる感じ、これもね、カップうどんのいいところですね。この魚介だしがたまらない。ではお揚げもいただきます。うん、甘じょっぱくて美味しい。おそらくカップうどんの中で一番これ食べてる気がする。じゃあ次は食べ比べてみたいから赤いキツネを食べてみますね。どん兵衛には入ってなかった卵が入ってますね。あー、こうやって嗅ぐと全然どん兵衛と香りも違う。赤いキツネの方が薄いですね、色が。うん、どん兵衛よりも麺がね、太いんですね。だからよりうどん感がある。すごい優しい味。食べ比べてみて分かったんですけど、全然どん兵衛と味違う。うん、美味しい。この卵、ムクムクしてる。どん兵衛は魚介の味がダイレクトに来る感じ。赤いキツネはあっさりとさらっとね、すすれる感じですね。お揚げ全然違う。赤いキツネの方はお揚げがね、甘いですね。どっちもね、美味しい。うどんを食べるって言ったのに、まさかのお蕎麦があるっていうね。見た感じもだいぶ2つで違いますね。まずはどん兵衛から。どん兵衛の方がかき揚げがふわふわしてる感じだな。うん、美味しい。うん、うどんの出汁の時よりもあっさりしてますね。でもその分このかき揚げがあるから食べ応えがある。かき揚げもね、ほとんど衣っていう感じなんだけど、食べるとね、しっかりとなんか魚介っぽいようなね、味とかも感じるんですよ。うん、じゃあ次は緑のタンヌキ。さっきのうどんもそうだったんだけど、どん兵衛は結構麺がね、短め。赤いキツネと緑のタヌキは長い。そばに関しては緑のタヌキの方が好きかも。全くボソボソ感がない。かき揚げ、エビがしっかり乗ってるから本物のかき揚げに近いですね。お湯をかけてもかき揚げがしっかりしてるのは緑のタヌキ。天ぷらそば対決は圧倒的に緑のタヌキの方が私好みかな。麺も長くてスルスルって入ってくるし、ボソボソ感もなくて美味しかった。まるちゃんのごぼう天と、どん兵衛の肉うどんと、まるちゃんの天ぷらうどんと、まるちゃんの鴨だしを食べたいと思います。まるちゃんのお蕎麦屋さんの鴨だしそばなんですけど、ラーメンみたいにね、食べる直前にスープを入れるんですよ。スープを入れて、お蕎麦屋さんの前とか通ったりとかするとさ、いい匂いしたりするじゃないですか、だしのいい匂い。なんかそういう感じの匂いがする。油がね、入ってるんですよ。だからラーメン食べてるみたい。でもラーメンよりもお蕎麦だからさっぱりしてる。ちっちゃいそぼろみたいなお肉なんだけど、噛んだ瞬間にね、ジュワーって旨味が広がる。めちゃくちゃ美味しい。これ好きだー。かまぼこも入ってる。初めて食べたけどめちゃくちゃ美味しいわ。これちっちゃいからっていうのもあるんだけど、もうなくなっちゃったのっていう感じ。一応スープ全部飲んじゃうと塩分取りすぎだから飲まないようにしてるんですけど、飲んじゃう。じゃあ次はバリウマごま天。中はシンプルな感じですね。で、今までのスープの中で一番透明度が高い気がします。うん、ごぼう、めちゃくちゃご
ぼうの味がする。美味しい。ごぼう天が沈んじゃったけど、もう口の中にね、ごぼうの美味しさが広がってる。美味しい。ごぼうの味はしっかりするんだけど、ごぼうの味を生かすためか、お出汁のね、塩気はね、そこまで濃くないですね。あっさりしてる。この和風のね、出汁が効いてて美味しいです。ただごぼう天はどこに行ったんだろう。これがごぼう天だ。ちょっとちっちゃくなっちゃってるけど、このちっちゃいやつだけでもごぼうの美味しい味を感じられる。少量のごぼうなんだけど、口の中がふわーっとごぼうで香ってね、美味しかったです。続きましては、どん兵衛の肉うどん。この肉うどんはスープとは別に火薬でね、お肉とね、わかめが入ってたんですよ。お肉とわかめが見えますかね。たくさん入ってます。揚げ玉も入ってますね。あー、これ肉うどんっていうことなんですけど、お肉がですね、あの牛丼みたいに煮込まれている感じ。牛丼とうどんを一気に食べられたような感じ。今までの中でね、一番甘いお味ですね。まあ甘いって言っても煮物のような甘さ。わかめが入ってるのがまたいいですね、これね。味付けが甘くて美味しかったです。甘い系が好きな方はね、すごい好きな味だと思います。ココチューブ。続いてはこちら、まるちゃんの天ぷらうどんです。さっき緑のたぬきにも入ってたかき揚げが入ってますね。まるちゃんのかき揚げ美味しいから、これも期待大。やっぱり美味しい。まるちゃんのこの天ぷらすごい好き。あとね、麺がね、ほんとすごいんだよね。麺がね、つるっつる。まるちゃんの天ぷらだけ単品で売ってほしい。そしたらさ、自分でさ、冷凍うどんとかを温めてさ、上にポンって置くだけで天ぷらうどんになりますもんね。あんまりまるちゃんの天ぷらうどんって大きいサイズで見たことないんですけど、売ってたら買ってストックしたいなって思うぐらい美味しかったです。よし、じゃあ次はまるちゃんの黒い豚カレーうどんと、どん兵衛の鴨だしそば、あとね、全く見たこともないうどん屋しんちゃんっていうのを食べたいと思います。はい、では3分経ったので開けます。このどん兵衛の鴨そばもですね、さっきのまるちゃんのと一緒で、後からね、スープを入れました。お蕎麦がね、歯切れがいいですね。まるちゃんのやつよりもあっさりしてて、あんまりね、鴨っていう感じはしないですね。ただこれもね、油がね、たくさん入ってるから、すごいね、しっかりとした味わい。さっぱり食べられて美味しいことは美味しいけど、鴨だしかって言われたらあんまり分かんない。普通に美味しいお蕎麦。ポイントが高いのは、おネギがね、結構大きめに入ってることですかね。鴨の味がね、私には感じられなかったのがちょっと残念だったかも。でも、あっさりと食べられて美味しかった。見たことないうどん屋しんちゃんっていうやつ。これね、2種類作り方があって、私は今ね、お湯を入れてノーマルで作ったんですけど、お湯入れてお湯を切ってスープを入れると激うどんバージョンになるらしいです。シンプルにうどんが入ってて、あとおネギぐらいしか具は入ってないかな。あ、今までにないタイプの味。駄菓子屋とかに売ってそうな感じで、お菓子感が強いですね。豚麺とかあるじゃないですか。それのね、うどんバージョンっていう感じ。お出汁とかはすごいシンプルなんだけど、胡椒が結構効いてますね。ピリッとくる。あ、今までうどんでこういうのなかったから新しくていいかも。違うジャンルな気がする。お菓子みたいな味わい。でも初めてこういうお菓子みたいなタイプのうどん食べたから、すごい新鮮でした。次はこちら、まるちゃんの黒い豚カレーうどんです。あー、カレーのいい匂い。スープがね、トロトロしてて美味しそう。お野菜は人参とネギが見えますね。和風だしの上にカレーをトッピングしてる感じだから、すっきりとしたカレーっていう感じですね。ちょっとだけピリ辛ですかね。でも私でもそんなに辛いって思わないで食べられる辛さだから、小学生ぐらいだったら食べられる気がする。
トルのカレーよりもサラサラしててすっきりしてます。おー、ところどころに細かいんだけど豚があってね、それがねじわーっと旨味をね引き出してて美味しかったです。よーし、また食べていくぞ。いつきのちっこいうどん、こっちが柚子風味味でこっちが松茸風味だそうです。ちっちゃい乳麺。いつきってあれですよね、揚げクラーメンとか作ってる会社ですよね。ソフト麺が入ってた。まずこの麺をこの中に入れてお湯を入れて温めた後にお湯を捨てて、さらにスープを入れてまた熱湯を注ぐっていうやつらしいです。ちょっと作るの大変そうですね。では作ってきます。じゃあまずはこのね乳麺タイプをいただきます。うん、味付けはあっさりとした醤油っていう感じで、椎茸の味がね香りますね。余ったスープで茶碗蒸し作ったら美味しいなっていう感じ。うん、今までのカップ麺にないぐらいあっさりしてる。あとね、麺がね、乳麺っちゃ乳麺なんですけど、若干糖質ゼロ麺にも近い気がしますね。今までね、濃いやつばっかり食べてきたからかもしれないんですけど、ちょっとあっさりしすぎてるかも。私、椎茸がすごい好きなんですけど、椎茸の旨味がね、入ってるのはね、すごい美味しかったです。松茸風味のおうどんいただきます。お揚げと、お花のかまぼこが入ってます。生麺タイプ。乳麺よりもうどんの方が好きかも。あの、松茸のお吸い物のスープ、まんまそれの味がしますね。それにうどんを入れた感じ。どことなくね、懐かしい味がしますね。うどんはね、もう間違いないですね。他のカップ麺とは比べ物にならない。ただね、難点なのはカップうどん食べたい時って本格的なうどんが食べたいわけじゃないんですよね。ジャンキーな味がするうどんが食べたいことが多いから、カップうどんを食べたい時にこれを食べるとなんか物足りないような気がするかも。じゃあ次は柚子風味バージョンいただきます。とろろ昆布がかかっててね、とろとろしてる。おいしい。柚子の風味がさっぱり。あー、これ好きかも。なんかさ、柚子を食べるとさ、旅館とかに来たような感じしません？普段家で柚子料理を食べないせいですかね。うん、これ夜中にお腹空いた時に食べても罪悪感がない味がする。でもちゃんと柚子の香り香ってるし、すごい美味しい。うん、カップ麺っぽくない優しいお味。ソフト麺と出汁の相性がね、すごいいいんだと思います。とっても美味しかったです。はい、ということで食べてきたんですけど、結構今ね、お腹いっぱいです。ただ残すところね、あと1個だけなんですよ。だからね、これだけ食べないのね、この子がかわいそうだから、これも食べちゃいたいと思います。しかも初登場のエースコック、美味しいに違いない。なんかね、匂いがね、ラーメンみたいな匂いなんですよ。不思議。麺はうどんなんだけど、スープがね、ラーメンみたい。うん、おいしい。どことなくね、春雨スープみたいなね、味がしますね。なんでだろう。塩分 40% カットしてるんだ。塩分を感じないとか、味が薄いとかそういうことはないんだけど、どことなく春雨感がある。うん。鶏肉がね、そぼろで入ってるんですけど、それを食べた瞬間に味が一つにまとまった。え、美味しい。キャベツも入ってて、キャベツね、しっかりとね、大きさがあるんですよ。鶏のスープのまろやかさがあってすごい美味しい。さすがエースコックだ。おお。はい、ということでお腹いっぱいまでカップうどんを食べました。私が食べた種類は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15ということで計15種類のうどんとそばを食べました。動画の最後にね、ランキングも発表したいと思います。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで本日はカップうどんを好きなだけ食べてみました。皆さんのお気に入りのカップうどんがありましたら、ぜひコメントで教えてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。これはなモテると思った。
想定内。